全国の中小企業経営者の皆さん、こんにちは。ねてまでです。先日、経営セーフティ共済の一時貸し付けを利用してお金を借りたので、その流れについて説明します。経営セーフティ共済が何なのかについて詳しく知りたい方は、中小機構のウェブサイトや、税理士、会計士 YouTuber さんの動画を参考にしてください。 KA セーフティー共の掛け金の月額は5000円から20万円の範囲で自由に選択できます。そして掛け金は掛け金総額が800万円になるまで積み立てられます。つまり800万円まで積み立てるとそれ以上は積み立てできません。今回、僕が利用したのは一時貸付という制度で、すでに積み立てている掛け金の一定割合を借りられる制度となります。金利は年0.9%です。 借り入れ限度額は納付付数や納付金額によって変化します。中小機構の表を引用しますが、短い期間よりは長い期間掛け金を払う方が、そして少ない掛け金よりは多い掛け金を払っている方がより多くの金額を借りられることがわかると思います。僕は掛け金をすでに800万円まで積み立てているので、 この表の一番下の800万円 ×100%×95% の760万円まで借りられます。今回はせっかくなので上限の760万円を借りることにしました。では、ここからは借り入れまでの流れを説明します。中小機構のウェブサイトで必要なものを確認した上で疑問点をメモして中小機構に電話をしました。本来、電話は必須ではないのですが、電話で確認しておきたいことがあったので念のため電話をしました。 ちなみに中小機構に電話をするときはあなたの共済契約者番号を用意しておくと話がスムーズに進みます。そして申し込むために専用の書類が必要だと分かったので郵送してもらうことにしました。この書類はインターネットで申し込んで送ってもらうこともできます。電話嫌いの方はネット経由で取り寄せてください。その郵送された書類が手元に届くまでに 法務局に行き、法人の印鑑証明書を用意しました。そして、借り入れるお金を振り込んでほしい、法人口座の通帳のコピーを取るためにコンビニに行きました。無事、コンビニで通帳のコピーを取った後で、今度は郵便局に行き、収入印紙を買いました。今回、借り入れるのは760万円なので、1万円の収入印紙を買いました。数日後、中小機構から無事、書類が届いたので、記入をしました。この書類に記入が終わり、 法人のの印鑑を押すと、今度はこの書類に金融機関の確認員を押してもらう必要があります。金融機関とはお金を振り込んでほしい法人口座のある金融機関です一般的には金融機関の窓口まで出向き確認員を押してもらうことになるかと思いますしかし僕は銀行まで出かけるのが億劫だったため銀行に書類を郵送して確認員を押して返送してもらうことにしました数日後、 銀行から確認員が押された書類が届いたので、書類に収入印紙を貼りました。そして必要書類をまとめて中小機構に郵送しました。書類を中小機構に送ってから10日ほどで銀行口座にお金が無事入金されました。入金されたのは760万円から1年分の金利を差し引いた753万1600円です。入金から数日後に中小機構から借用書が届きました。ここで一旦 お金を借り入れるまでに支払ったお金をまとめておきます。印鑑証明書450円、収入印紙1万円、1年分の金利68,400円、合計78,850円です。厳密に言うと、コンビニでコピー機を使ったので、そのお金と書類を郵送する際の切手代もかかっています。そして、このお金で何を買うのか考えた結果、今回は e-MAXIS 全世界株式を買うことにしましまた。e-MAXIS 全世界株式を長期的に保有すれば今回の一時貸し付けの金利0.9%を上回るリターンが見込めると判断したからですもちろんリスクはあるので単年もしくは5年未満の単位で考えると含み損を抱える可能性もそこそこありますマイインデックスというサイトによると過去20年の 全世界株式の円換算のリターンは10.2%、リスクは18.4%でした。このリスクとリターンが今後も続くと仮定した場合、今回一括投資した全世界株が5年後に含み損を抱えている可能性は10%前後、10年後に 存を抱ええてていいるる可能性は大体5%以下に収ままかなと考えていますちなみに、この部分の計算は自信がないので、もし間違っていたらコメントでご指摘いただけると助かります。この一時貸付の返済期日は1年後です。しかし、一時貸付は借り換えもできます。1年後、借り換えをする場合は1年分の利息と、 借入金額に対応した収入印紙代を払えば OK です。このように毎年0.9%の利息と収入印紙代を払えば全世界株式は保有したままでいられます。一方、一時貸付を受ける上での注意事項は延滞金です。1年後に返済、借り換えの手続きをしなかった場合は遅延損害金として年14.6%支払うことになるので手続きのし忘れには注意が必要です。 では最後におまけコーナーです。長期投資の名目で購入したので、いささか気が早い気もしますが、購入した全世界株は現時点でどうなっているのかを確認してみましょう。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白かったと思ってくださった方は、いいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。